宗教法人日本ムスリム協会は日本最初のムスリムの信徒団体である。1952年に47名のメンバーによって設立され、1968年6月に宗教法人として認可された。少数派のムスリムが日本社会と協調しながらイスラームの協議を実践していく道筋を作ることを目的としている。日本ムスリム協会は 1952年に戦時中にアジア各国で情報収集などに従事していた47名の日本人ムスリムや学者によって結成されたイスラーム友の会を前身とする。1953年には現在の名称である日本ムスリム協会に改称した。1957年からはエジプトのアズハル大学などのイスラーム圏の大学へムスリムを送り、 1959年には、教会機関士であるイスラームの声が発行された。1968年に、教会は宗教法人として登録された。この時代の会員数は、イスラームの声によると約60名である。1961年には、ムスリム留学生を中心として、ムスリム学生協会が発足し、また、1963年には、 学術団体として日本イスラーム協会が発足した。協会は2009年に東京都の在日クウェート大使館で開かれたイフタールに招かれ、その中でクウェートによる協会への支援を絶賛した。また2018年にはトルコの国際協力調整長が日本で初めて主催したイフタールに会長である。協会は2015年、 名古屋モスクが日本のマスメディアに対して言ったアイスセルをイスラム国と呼称して報道していることについての名称変更要望に国内の他のイスラーム組織やモスクと共に参加した。2020年 COVID-19 の流行を受けて教会はイスラミックセンタージャパンや北海道イスラミックソサエティなど30以上のイスラーム組織団体と共同でラマダンの集会を回避し、 イマームは、ムスリムのためのオンライン教室を開くように声明を出した。クルアーン、タフシール他の書籍を各種出版しているが、総量負担の上で問い合わせると入手可能である。山梨県演山市のイスラーム霊園の看板教会は1963年、地元の仏教寺院である文殊院の土地を購入し、1969年、 山梨県の認可を受けて旧区画2400坪に及ぶ日本初のムスリム専用墓地を演山市に設立し、現在までこれを運営している。2000年には国内のムスリム増加を受けて埋葬区画を増設した。当初、この霊園は世界各国のムスリムのための霊園として開設されたが、教会は日本人ムスリムのための霊園と名目を変更した。 協会は国際的なハラール認証機関であるマレーシアのマレーシアイスラム開発庁とインドネシアのウラマー、評議会食料、薬品、化粧品検査機関シンガポールのウラマー評議会から認証されており、このうちインドネシアのウラマー評議会が認証している食品部門の国内のハラール認証機関は2014年時点で日本ムスリム協会のみである。また、 教会は、京都市の地元ハラール認証機関である、京都ハラール協議会と提携している。牛肉部門においては、福岡モスクを運営している、イスラム文化センター九州を認証している。また、ヤキムは、教会の他に日本ハラール協会も認証している。ありがとうございます。